マナセス年代記の差し絵。第一次ブルガリア帝国のハーン、クルムのもとに差し出されようとしている、ニケフォロス一世のドクロハイ。ドクロハイは、人の頭蓋骨を材料として制作された酒である。紀元前8世紀、紀元前3世紀にかけて、現在のウクライナに拡挙した遊牧民族、スキタイの習族に、頭蓋骨は、近親者か最も憎い敵に限り、ドクロを、 眉の下で切りシの生皮を張って、杯きとして用いるとあり、これが、最も古い毒炉杯の記録だと思われる。大プリニウスは、博物史に、ドニエプル川の北方部族が毒炉杯を用いることや、夜間に、泉から汲んだ水をされ神戸に入れて患者に、飲ませるという転換の治療法を記している。六十七年、ランゴバルド王国のアルボイーノ王は、パンノニアのゲピド族を虐殺し、 ゲピドオークニムンドの頭蓋骨で杯を作って祝った。また、クニムンドの娘、ロザムンダを妻としてその毒露杯を与えた。811年、プリスカの戦いで戦死した東ローマ帝国皇帝、ニケフォーロス一世は、その頭蓋骨を毒露杯にされて第一次、ブルガリア帝国の皇帝クルムに献上された。七十一年、キエフ大公のスビアトスラフ一世はブルガリアに侵攻して、 大打撃を与え、その地に居座ろうとした。しかし、東ローマ帝国に敗北して、キエフに撤退中ペチェネグの襲撃を受け、スバトスラフ一世は戦死した。この時ペチェネグの主張、クリアは、スバトスラフ一世の頭蓋骨を逆きにした。北欧神話の、ベルンドの歌に登場するベルンドは、自分を捉えた上に、膝の剣を切ったスウェーデンをニーズズへの復讐として、 王の二人の息子を殺すとその頭蓋骨を銀で拭いて、逆を作り、それと知らないように送ったという。紀元一世紀のローマの地理学者、ポンポニウスメラの世界地理に、以後、このドクロハイは、代々受け継がれ大事な時に使用された。516年、後者王の渡る庭家とは、従前家岸の修圧と戦い敗北した。修はその両足を土場の上に繋いでこれを殺し、 その図蓋骨に漆を塗って、逆付きとした。1510年、サファビー町のシャーイスマーイールは、シャイバーニー町のムハンマド・シャイバーニーハーンを打ち取り、その図蓋骨に金箔を塗って、逆付きにした。インドのベーターラ信仰では、ドクロハイに血を注いで捧げ物とする。11世紀に、 インドの詩人相馬デーヴァによって表された四季二十五話にもドクロハイで血を飲むバラモンキの話が含まれている。戦国策によれば、蝶無メグムがその敵心の里シオの頭部を逆付きにしたという。元のクレモとはじめもドクロハイを常用したという。カパーラチベット仏教及びヒンドゥー教のタントラにおいて、カパーラと呼ばれるドクロハイを宗教上の儀式に使う道具としている。 チベット仏教では、カパーラに彫刻が彫られたり、貴金属や宝石の装飾が施されている場合がある。マハーシッタ、ダキニテンなどの図像に、カパーラを持つ姿が描かれている。カパーラは知恵や知識の象徴である。天正2年1月1日、織田信長が前年打ち取った、浅井久正、長正及び浅倉義陰のされ神戸に漆を塗ったものを、 馬回り衆との縁に披露したと、信長後期にあるが、浅井三大域ではこれらのされ神戸を逆付きにしたとある。NHK の大河ドラマ、光明が知事で使われた三人の黄金のドクロハイが、掛川城に展示してある。玉山以降によれば、江戸時代の監視人高野蘭亭は、鎌倉で、大立次郎の墓を暴き、ドクロハイを制したという。徳川光久には、 毒ハイを所有していたという。これは、少年時代に、形状から携えてきた罪人の支給であるとも、傍中心の支給であるとも言う。今弱物語集に、天竺では釈迦を脅す天馬の二姉妹が毒ハイを持っていると綴られている。元は、コンスタンティノス・マナセスにより12世紀に記された。バチカン図書館が保有する14世紀のものとされる、写本より、毒炉灰の英語、 英訳英和辞典、和英辞典、ウェイブリオ辞書、ヘロドトス、歴史ロシア古代中世主彼らは、スブヤトスラーフの頭蓋骨から、金箔の主配を作って、戦勝を祝ったという。EO1999、P513、勘助、郷土殿、四季、長剣列伝、義書、北氏ハットベナード、エリザベートアン、ジナマスタ。 ザ・オファル・ブッディスト・ヒンド・ヒタントリック・ゴッデス。デリー、モティラル・バーン・ハーシディス、8120810651、マウンテン・ドクトリン、チベット、エス・ファンダメンタル・トリートス、オン・アザー、エンプティネス・ザ・ブッダ・マトリックス、シャムバラ・プブラケーションス、2017。ありがとうございます。